中学英語スピーキングテスト ESAT-J にトイック満点講師挑戦してみた。まあこれ音声で聞かなきゃいけないわけだね。いやでもこれ分かりにくいよね。 CD は難しすぎるだろうね。 B に関しても答え方が Oh my god Who loves さあ、始まりました。マジェッチチャンネル。さあ、今回は、中学英語スピーキングテスト ESAT-J にトイック満点講師挑戦してみたっていうのをですね、やってみたいと思います。去年に引き続きやりたいと思いますね。はい、今年も実施されました。はい、東京都のですね、英語スピーキングテストでございます。で、まあ去年ね、実施されて、まあ実施環境が良くなかったとかですね、難しすぎたよ、問題が、みたいなね。で、指導要領の範囲の外のものも出てきたっていうのでね、話題になった試験ですけども、まあこれ、都立のね、高校入試に加点されると、まあ、10点分でしたっけになるやつなんですが、今年の問題はどうだったのか見てみたいと思います。動画では出てないんだね。去年確か動画であってすごく分かりやすかったんですけど、今回はスクリプトのやつしかないか。だから実際の試験ではリスニングして聞いてそれに対して答えるっていう問題が出てくるんですけども、まあそれがちょっと今回動画音声出てきてないので、まあ見ながらやりたいと思います。最初が音読問題ですね。 Part A。 あなたは留学先の学校で昼休みの時間に放送を使って新しくできたクラブについて案内することになりました。次の英文を声に出して読んでください。録音開始の音頭が鳴ってから回答を始めてくださいと。準備時間30秒で回答時間が30秒と。ああ、なるほど、言ってますか。Have you heard about the new math club? It will start next weekClub members will meet every Tuesday afternoon at 4 o'clock in the computer room. They'll study together and play math games. If you want to join, please talk to Mr. Harris. なるほど。長いのもあるね。区切りが分かりづらいのも入ってて。まあ、やっぱ音をいっぱい入れてるよね。うん、こういう試験作るときって。で、様々な音入れなきゃいけないんで、V の音とかね、V 入れたり、R 入れたり、だから R、L 入れて、母音も、あと、あ、あの音がいろいろ入ってますよね。と、接続詞の区切りでイントネーション上げたり下げたりとかっていうのも入れますね、やっぱりね。No.2 行きましょう。留学中のあなたはホームステイ先の子供に物語を読み聞かせることになりました。次の英文を声に出して読んでください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。本を読み聞かせる状況なの？なるほど。A woman lived in a large house. She liked singing and writing songs. One night, her friends came to her house for dinner. After dinner, she sang her new song for them. What did her friends think? They loved it, and they wanted to learn the song too.はい。うん、これもそうですね。うん。NG ねの音があったりとか、まあ、さっきのが、んって終わるやつあって、今回もあるのは、ケインとか、はい。見るポイントはいっぱいありますね。最初のやつは、イエスの疑問文があって、二つ目は、WH 疑問文ですね。これ、イントネーションの。WH は下がる。イエスのは上がるとかあるからね。パート B 行きましょう。留学中のあなたは、友達と学校の掲示板に貼ってある、来年開催される地域のイベントポスターを見ています。友達からの質問に対して与えられたポスターの情報をもとに英語で答えてください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。Question: What are all the events in September? In September, you can fish and play some musical instruments.まあこれ音声で聞かなきゃいけないわけだよね。で、September って言って、August の方を言っちゃいけないと。September の方を言う。でも難しくない？ Events って言ったらさ、わざわざ Fishing Event とか言っちゃいたくなるよね。そうすると、もう一個の方、何イベントっていうのみたいになっちゃうよね、多分ね。はい。次、留学中のあなたは、友達とコンサートに行くためにあなたのいる場所から会場までの行き方をあなたの携帯電話で調べています。友達からの質問に対して、与えられた情報をもとに英語で答えてください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。What is the fastest way to get to the concert hall? The fastest way is by train.It takes 5 minutes. こんなんでいいのかな？まあ、3つあるうちのどれかを答えなきゃいけないっていうので。ああ、まあ、ちょっと難しいかな。どうやって答え、by train とか言えるのかな？ You can take a train とかさ、you should take a train.
とかっていうのはどうなんだろうね。それでも正解になるのかな。どういうのが OK でどういうのがダメなんだろう。ね、You should take a train. It takes only 5 minutes とかって答えるのはどうなんでしょうね。はい、次です。Number 3と4は同じ場面の問題です。Number 3では質問に対するあなた自身の答えを英語で述べてください。Number 4ではあなたから相手に英語で問いかけてください。留学中のあなたは3日間で行われるサマーキャンプに参加していて、初日の活動の案内を見ています。キャンプ担当者からの質問に対して与えられた活動の情報をもとに、あなた自身の回答を英語で述べてください。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。Which activity do you want to do? I want to cook because I want to eat healthy food. I always eat just junk food. ってことでね。だから I want to dance とか I want to ride a bike とか言えばいいのかな。 Number 4、 次にあなたがキャンプ2日目に行われるイベントについての案内を受け取りました。あなたはその内容について案内に書かれていないことでさらに知りたいことがあります。知りたいことをキャンプ担当者に英語で尋ねてください。録音の開始の音が鳴ってから回答を始めてください。We are going to have a walking event. Which way do you think is better? A or B? かな？なんか A がぐるーってなってて B がなんかブニャニャニャってなってるから、どっちの方がいいかっていうのを聞けばいいんじゃない？こうやってやってるしさ。いやーでもこれ分かりにくいよね。Which way should I take? とか。でも何人と行くか分かんないしな。それ Which way should we? かもしれないな。はい、皆さんだったらどんなのにします？次、パーシー。パーシーは4コマのイラスト問題です。これから画面に表示される1から4のすべてのイラストについてストーリーは英語で話してください。はじめに準備時間が30秒あります。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。回答時間は40秒です。このパートに例題はありません。じゃあ今まで例題あったんだ。あなたは昨日あなたに起こった出来事を留学生の友達に話すことになりました。1のイラストに書かれた人物になったつもりで、相手に伝わるように英語で話してくださいと。あ、こっから時間が長くなるな。Yesterday, I was running on field day. I dropped my cap and the boy...Running behind me, picked it up and gave it to me. He even said to me, Will you marry me? And I said, Yes. We reached a goal at the same time. Called marriage. バカみたい。はい、何なのこれ？どういうこと？なんで同時にゴールしてるの？何？女性、あららら。女性と男性が一緒に走ってるっていうことをまず言ってるのかな？男女平等みたいなことを言ってるのかな。 Part D は英語で話される音声を聞いた上で質問に対する自分の考えとそう考える理由を英語で述べる問題です。英語の音声は2回流れます。その後準備時間が1分あります。録音開始の音が鳴ってから回答を始めてください。回答時間は40秒です。このパートには例題がありません。海外姉妹校の生徒であるマイクからビデオレターで質問が届きました。そしてあなたは英語で回答を録音して送ることにしました。ビデオレターの音声を聞き、あなたの意見を述べ、そう考える理由を詳しく話してください。日本の地名や人名などを使う場合には、それを知らない人に分かるように説明してください。へぇー。で、音声が出てくるんだ。Hello, at my school, the students are going to choose a place for this year's one-day school trip. We can go to a mountain or an art museum. In your opinion, which is better for students?A trip to a mountain or a trip to an art museum. Tell me why you think so too. I'm waiting to hear from you. Hello. I think you guys should choose to go to a mountain. You know, you can do a lot of things with your friends there. Whereas, think about art museums. Oh my gosh!Who loves art museums? Nobody. You know, it's extremely boring for a lot of students. Don't you think so? I think so. めっちゃ40秒だと喋れるんだけど、子供たちはどの程度まで喋るんだ、これ。回答例。あ、こんな短いんだ。やっぱ10秒のやつ、ほら。A fishing event and a music event.Fishing and music とか
あ、これでもミュージックイベントとか出ないよね。みんな楽器ってなんて言うんだろうってなっちゃうだろうな。The fastest way to get there is by train. By train だけでもいいの？ I want to cook, dance, ride a bike. Which way is shorter? どっちの方が短いか。A or B. What should I take? いや、出ないんじゃない？ What should I take とかは。で、I was running at the school event. School event とか。なるほどね。そう、私なんつった？ Field Day か。アメリカで運動会。イギリススポーツデーでしたっけ？ Then I dropped my cap. そうですね。キャップです。ハットじゃないですかね、これね。There was a boy behind me. やっぱり。He got my cap. get 使うのね。And gave it to me. そうね、これ gave me it はダメですからね。gave it to me じゃない。After that, we finished running together. ここが意味わからないけどね。Finish running together か。Reach the goal とかじゃないんだ。遠足。I think it's good for students to go to a mountain. The students can spend time together in nature on the mountain. So they experience nature and enjoy time with friends. なるほどね。3文で答えてるね。In my opinion, it's better for students to go to an art museum because they can learn about many kinds of art at the museum. Then they can find their favorite picture. CD は難しすぎるだろうね。B に関しても答え方が難しいだろうな。1、2、いや、3も4もむずいな。これまた平均点めっちゃ低いんじゃない？多分だから対策してた人は去年よりは多いだろうけど、解けない人が多いんじゃないかなって思うね。どうでした？受けた方、ぜひね、感想をお願いいたします。そして、皆さんどう思われますか？やってみてどう思ったか、感想をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.